おはぐろの化粧をする女性おはぐろとは、歯を黒く染める化粧法のこと。日本をはじめ、世界各地で見られる風習である。おはぐろという名称は、元は貴族の用語である。おはぐろの読みに、金の字を当てることもある。御所では不死水という。民間では、金付け、付け金、歯黒目などとも。日本では、古代から存在したとされ、主に民間では、 明治時代末期まで、東北など一部地域では、昭和初期まで、特に既婚女性の風習として見られた。この場合、お歯黒は、引き眉と、セットになる場合が多い。中近世には、男性貴族の習俗としても見られた。綺麗に施されたお歯黒には、歯を目立たなくし、顔つきを乳和に見せる効果がある。無ラなく、縁のある漆黒に塗り込めたものが美しいとされ、 女性の化粧に欠かせないものであった。谷崎潤一郎は、日本の伝統美を西洋的な神秘感と対峙した上で、お歯黒をつけた女性には独特の妖艶な美しさが見出されることを強調している。谷崎の小説、武州公秘は2話には、打ち取った敵将の首に、お歯黒を施すところを見学し、言い知れぬ興奮を覚える少年武州公が描かれている。 歯科衛生が十分に進歩していなかった時代にあって、お歯黒は歯並びや変色を隠すことができたほか、その染料が高校内の悪臭、虫歯、死臭病に予防効果を持ち、高校の美容と健康の維持のため欠かせない、たしなみであった。お歯黒を見慣れない人々にとって、黒い歯はキーで醜悪なものと移り、単に遅れた奇襲とみなされたり、美容、 衛星以上の特別な目的があるものと極解される場合も少なくない。幕末に日本を訪れた多くの欧米人が、オハグロは女性を醜悪化する世界に稀に見る悪慣習と評している。ラザフォード・オールコックは、オハグロは恋に女性を見にくくすることで女性の定説を守る役割があると推測している。歴史社会学者の渡辺慶には著書、生き世の面影の中で、 オールコック説を否定し、おはぐろは、マサイ族に見られるような年齢改定性の表現で、あると考察している。つまり自由を満喫し、逸脱行為すら許容されていた少女が、おはぐろと眉を抜くという儀式によって、妻の仕事、母の仕事に献身することを、外の世界に見える形で証明するためのものとしている。現代の日本では、審美観の変化から、大多数の人が、 おはぐろを美しいものと捉えることがなくなり、一部の伝統演劇や下流会を除くと、おはぐろは、醜悪さや滑稽さを演出する道具として用いられることが多く、美容目的としての意味付けは、ほぼ完全に失われている。起源はわかっていないが、初期には草木や果実で染める習慣があり、後に鉄を使う方法が、鉄器文化とともに、大陸から伝わったようである。 韓人が中国から伝えた製造法は古来のものより優れていたため徐々に一般に広まっていったがその製造法は当初は仏教寺院の管理下にあったこのあたりが一般に日本のおはぐろが仏教に由来する習俗と言われるゆえんかもしれないおはぐろに関する言及は源氏物語筒み中な言物語にもある平安時代の末期には 第二次成長に達し幻服、模擬を迎えるにあたって女性のみならず、男性貴族、平氏などの武士、大規模人員における地後も行った。特に皇族や上級貴族は墓着を済ませた、少年少女も化粧やお歯黒、引き眉を行うようになり、皇室では幕末まで続いた。室町時代には一般の大人にも浸透したが、 戦国時代に入ると結婚に備えて8から10歳前後の戦国武将の俗女へ青年の印として金付けを行い、この時金付けする貢献の親族の夫人を金親と言った。また、一部の戦国武将は戦場に赴くにあたり首を打たれても見苦しくないようにということから女性並みの化粧をし、お歯黒までつけたという。これらの顔が能面の女面、少年面。 千年面に移された。戦国時代までは、戦で打ち取った首に、お白いや、お歯黒などの主化粧を施す習慣があり、首化粧首装束と呼ばれた。これは戦死者を称える行為であったが、身分の高い武士は、化粧を施し身なりを整えて出陣したことから、金首は上級武士を打ち取ったことを示す証ともなったため、功を高める目的で白い葉の首にもお歯黒を施す。 こともあった。化粧三美人手鏡を見ながら、お歯黒をつける女性を描く。歌川国貞が、画面上部には、木々を、南二律、田山人志保庭を染みて、名を色まさりけりと、式帝三馬の強化を添えている。江戸時代以降は、皇族、貴族以外の男性の間ではほとんど廃絶、また、悪臭や手間、 そして老けた感じになることが若い女性から敬遠されたこともあって、既婚女性、未婚でも18から20歳以上の女性、及び、遊女、芸劇の化粧として定着した。農家においては祭り、結婚式、葬式、等特別な場合のみ、おはぐろをつけた。1870年3月5日、政府から皇族、貴族に対して、おはぐろ禁止令が出され、 それに伴い民間でも徐々に廃れ、大正時代にはほぼ完全に消えた。以上をまとめると、おはぐろを用いた日本の社会階層は以下の通りである。現代日本におけるおはぐろ現代日本においては、日常のファッションとしては、廃れ、多くは祭儀、花街の風習、演劇、時代劇映画等の映像作品など、生活空間を離れたものとして用いられている。金を、 金と読むと、染めるのに使う液を表す。おはぐろ道具一色主成分は金水と呼ばれる、酢酸に鉄を溶かした茶菓色悪臭の溶液で、これを用紙で歯に塗った後、不死考と呼ばれる、炭輪を多く含む粉を上塗りする。これを交互に繰り返すと金水の酢酸第一鉄が炭輪酸と結合し、非水溶性になるとともに黒変する。 半を被膜で覆うことによる虫歯予防や、成分がエナメル質に浸透することにより侵食に強くなる、などの実用的効果もあったとされる。毎日から数日に一度、染め直す必要があった。鉄くずと巣で作れる金水に対し、ぬるでの樹液を要する不思考は、家庭での自作が難しく、商品として莫大な量が流通した。江戸時代のお歯黒を使用する。 女性人口を3500万人とし、一度に用いる、不死子の量を一問目として、染め直しを毎日行っていたと仮定した場合、1日の不死子の消費量は20トン弱になったと考えられている。なお不死子は、利用が幅広く、おはぐろのほか黒豆の着色や皮の舐めしにも用いた。現在も着色料として利用されている。ポーラ文化研究所が、 和漢3歳イズを参考に再現実験を行った際には、酒、酢、米ぬかを混ぜた水に古くぎなどを入れて半年ほど寝かせたお歯黒水を作り、節子を加えて完成させた。また勘弁にした処方として、元人和尚が、かかとの僧侶たちに伝えたとされる粉末のお歯黒があり、節子緑板、柿殻を合わせた粉末から作られた。 拒否反応が少なく安全であるなど利点が多かったが、家庭で作れる金水に比べて高価であるという難点があった。演劇用には松屋にニに墨を混ぜたものが使われた。現代では、トゥースワックスが多いが、本式の金も絶滅はしておらず、歴史研究家や歯科技師からなる民間団体、カカとオお歯黒研究会によって、岩人の製法に近いお歯黒、濡れつばめが、 製造販売されている。トンキンの女性体の赤族の女性中国及び東南アジアの以下の少数民族地域において現代でも本式のおグロが見られる。主に年配の女性に限られ、既婚でも若い女性がおグロをする例は稀である。この地域向けにおグロの儀式が作られる。商用樹林文化論も参照。ヨーロッパ各地では主に富を意味する表彰として 歯を黒く塗る習慣が一時的に発生したが、いずれも廃れた。ありがとうございます。